皆さん、こんにちは。日本共産党都議会議員の池川雄一です。こんにちは。同じく都議会議員の米倉春菜です、えー。米倉春菜、池川雄一、声を上げれば政治は変わる。今日はですね、誰もが政治に参加できるように変えるのパート4ということで。 えー、今日のゲストは松本賢治さんです。どうぞよろしくお願いしまーす。お願いします。よろしくお願いします。えー、松本賢治と申します。えっと、高知県で、えー、共産党の専従として活動していまして。えー、この間の参議院選挙に、高知徳島という、あの、高知と徳島と島根と。あの、鳥取は、五億って言ってくっつけられてるんですけど、うん、その高知徳島選挙区の。 小選挙区の候補者として、小選挙区選挙区候補として、えー、活動しておりました松本と言います。出身は福岡県で十八、えー、歳で大学に来ると同時に高知でもう二十年ぐらいかな高知県であのー、活動しているものです。今三十八歳になりました。皆さん今日はちょっとあのいろいろこっちも勉強したいなと思っている面もありますがお邪魔させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたら早速なんですけど。 あの最初にあの共産党に入ったきっかけとか、えーまあ、活動しててどんな感じかとかその辺りからぜひ伺えればなと思うんですけど、はい、あの入党したきっかけはですねなんかあの言うのも恥ずかしいいや大体今日は恥ずかしい話しかできなさそうな気もしますけどうちあの父が福岡で共産党の専従をやって。 もう退職してだいぶになるんですけどで、まあ、昔から共産党の姿とかいうのはこう、まあ、目にしてることがいろいろ目にしてきたんですけどなんか中小学生の頃かな忘れましたけどこうずっとその共産党を除くっていう状況で1980年以降のその流れの中でまあよくて維持悪ければ美玄みたいなあの国政選挙の時なんかずっとそんな状態だったのを。 小学生の頃くらいに、親父がこうテレビを母と一緒にこう見てて、選挙速報を。で、僕はその今思うと大変申し訳ないんですけど、いつまで勝てないと応援しているんだみたいなことを言った記憶があるんですけど、<laughs> <laughs> そんな失礼な人間だったんですが、入ったのはですね、18歳、福岡から高知に出てくる直前に、3月に、共産党の,その福岡県の青年を担当青年学生担当していた。 博多からまあ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 まに行かないかという話をまれまして、あま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 あはあめは断ろうと思ってたんですよ。で断ろうと思ってたけど、その人があのいつでも辞められるよって言ったので、まあ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 まならまあいいかと思って、別にそんなにそまなんか悪いことしてるとは思ってなかったので、まあ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 あまああのいいですよって言ってあまあまあま 来たんですよ <laughs>。何のポリシーもないというか、なんかその失望性が全くない状態でコーチに来たあ。民生はやってたんです。民生はやってたんですけど、それもね、あの高校生で、しかもあの学校まで13、4キロぐらいあって自転車で行ってたんですけど、そこからさらに5キロぐらい家から離れないと事務所がなかったので、高校、 授業終わって4時とか5時から自転車でまた5キロぐらい行って8時ぐらいからまた20キロぐらいの道のり自転車で帰るみたいな <laughs> まあよくやってたなと思いますけどす住民生の活動は高校生半ではでもほとんどなんか学習してたぐらいで何もしてないんですけどねで大学に来たという感じそれで入ったのはまあそ,そこがこきっかけで。うん あのいろいろしゃべってあれですけどただあの大学に来てからもう別に活動ほとんどしてなくて4年間はもうあの親父が先住やってたのでそんなにまあお金にこうゆとりのある家でもなかったので、まあ、授業料免除とアルバイトでこう生活しなきゃいけなかったので朝の5時から昼の12時までコンビニでバイトしてでそこから授業に出て夜は演劇のサークルをやって。 1>, で1時ぐらいに寝てでまた朝5時に起きてみたいな <laughs> 全然活動するっていう感じはなかったんですよね4年間は本当にただお金を払ってただけみたいな状態に当費 <laughs> を払ってただけっていう感じでしたねで、まあ、その関心を持ち始めたのはもう卒業した後大学卒業した後であで働き方のアンケート調査なんかで、えー、たまたま呼ばれてまあ何回も断ってたので 悪いなと思って1回アンケート調査に参加したときに、まあ、せっかく来たから一緒に集めようと思ってこうアンケートの調査をやったら、まあ、当時ちょうど就職した直後ぐらいで周りの友人とか後輩なんかでも例えばまあ朝の出版社でしたけど朝9時から翌朝の3時ぐらいまで働いてまた8時ぐらい8時9時に出社するみたいな。 20, 20時間ぐらいか働いてるようなでまあ結局その人はメンタルを壊して仕事辞めちゃったりとかパワハラ退職干渉で仕事辞めたみたいなのが結構生まれ始めてた時期だったのでそれとそのアンケートであの1ヶ月の労働時間が380時間で給料手取り13万の飲食の男性見て満足してますみたいなことをその人が言うんですよ嘘やろと思ったけどで結構その自分のうちの業界はこんなもんだとかまあ 自分の今の働き方はまあその自分がこう選んだものだからまあしょうがないと思ってるみたいな話をそのアンケートの中で聞いてきてあらゆる業界の人がそうやって言ってるのでこれはその業界だけの問題とかその人の,その,なんていうの選んだ結果だから仕方がないというよりもっとその社会全体の問題なんじゃないかっていうことになんか初めてその生身の人間として接したのがきっかけで。 民生の活動ですけどそ、その場はね、そういう民主的な活動とか、社会に関わる活動にこう入り込んでいくっていうのが25とか4とか5とか、そのぐらいの時でした。<ー>はい。そんな感じかな。ちょっときっかけとプラスアルファですけど。なんかめっちゃ劇的な話だし。劇的でもないですけど、ね。劇的ですよ、今。<ー>だってそこにたまたま行かなかったら、<laughs> 多分ああ、そうなんですよね。ね そうですね、うん、まあどっかでは出会ってたのかもしれませんけど、うん、うんそうですね。うん、松本さん自体は<や>その大学で演劇やっていて、はい、それはなんかずっとあれですか、前からやってたんですかいやいや、演劇やってたのは、あやり始めたのはあの、高校時代に友人が演劇やってて、で見に来て、見に来てっていうから、まあ、そんなに興味はなかったんですけど、見に行ったんですよ。そしたら、まあ はっっきり言って何やってるか全然かかんんなないなんかなんかすごくこう何て言うかな、まあ、現代劇でなな抽象的な話やって全く面白くなかったんですけど面白くなかったんやけどその客出しっていうのはあるんですよ終わった後に出演者がこう出演者とか裏方がこう並んで「ありがとうございました」って言ってこうやるんですけど明らかにこの見た自分よりもやってる本人たちの方が楽しそうでこれやり <laughs> そんなに面白いんだと思って一回やってみようかなと思って。 のが大学大学入ったらちょっとやってみようと思ってやり始めたっていうか、<ー>だから全然もう素人っていうか、何もしたことない中で演劇部に入ったっていう感じですね、興味もなかったですからね、<laughs> そう、友したいっていうだけでやっので、<laughs> うん、最高ですね、<laughs> えぇ、ー、すご <laughs> い。そ<う> でその後大学卒業したっ、えー、とは、さっき出版社って言ってましたけど、働きなながらじゃあ,あいろんな活動されあの出版社に勤めてたのは私の友達後輩で,で、私自身はあの全教って、あの全日本、えー、全日本じゃない、全国教職員組合が、あの全教の高知県にある高知県教祖っていう労働組合があるんですけど、はい、先生の。その中にある教材 あの保険ですよね保険の共済扱ってる部門があるんですけど自動車保険だけは <coughs> 東京海上日動と提携当時はあのいや細かい話ですけど日本興亜損保っていう保険会社と提携してる関係で会社を分けて法人格取ってたんですけどそこに入ってだからまあそういう意味では何ていうか時間的にもこう融通が利くというか、まあ、活動自体にもこう理解が ああったっっったたちゃていうところそれはね,あのなんかねいろいろ長くなってあれなんですけど本当はもうアルバイトしながら演劇やろうと思ってたんですよコーチでで就職もあまり就職活動とかもほとんどしてなくってでもまあんでか分かんないですけど共産党の先住の人がコーチに残ってぜひそんな何もしてなかったんですよ活動も何にもしてなかったのに。 こっちに残ったらみたいな話でなんかあその就職試験を募集しているところなんかをこういくつかこう,こういうことがあるよみたいなのを教えてくれてまあせっかく言ってもらったからどれか受けてみようかなみたいなのでその受けたのがそこをやってうんだからたまたまですよねそれはね本当にね <laughs> <laughs> そにその誘った先住の人はものすごい センスある人ですね <laughs> いやが、まあ。本当にありがたい話でね。今も実は下で一緒に働いてるんですけど、その方。それはそれは、もうなんか、じゃあ、あの時俺がと、私がと言って。結婚式では、あの、何ですかね、何を言うのかあのな,なんて言ったらいいかな、上司上司じゃないけど、挨拶してもらったんですけど、そう,そう,そうなんです。なるほど。うん そこから、まああのえー、と働きながらじゃあいろんな活動をして、えー、とその後、あれですよね、共産党で働くようになって、でこの間、えーと、総選挙や参議院選挙、あと県知事選挙も共闘候補で戦って、僕あの県知事選挙の時の映像を見ましたけど、他の党の幹部がずらっと並んだ中で、なんかものすごい演説をするやつがいると、他の党の幹部の皆さんがびっくりしてたっていう。<laughs> エピソードがあるんですよ。あ、そうですか。それあ、ありがとうございます。ですよね。いや、多分松本さん耳に入ってた。で、でもそういうのにえー、っと活動されていってたってことですかね。そうです、そうです。あの2016年に前の仕事を退職をして共産党の県議になったんですけど、<laughs> そこから2017年に総選挙、2017年の総選挙に初めて出て。 コーチは1区と2区しかないんですよ、あの衆議院選挙の選挙区がで。その1区の候補者として、えー、ご存知かもしれませんが、中谷玄さんという今、自民党の,、ね、あの中谷さんとおの選挙区が通っている選挙区なんですけど、まあ、そこであの初めて選挙に出て、その後参議院選挙、2019年の参議院選挙にあの野党共闘の候補として、 無所属で、その時は出たんですよでその3ヶ月後ぐらいに知事選挙があって、そこでも無所属で、まあ、出て、で、今回、22年の参議院選挙っていう感じですね。うん、なんかその参議院選挙、今回のね、2022年の参議院選挙の立候補表明の記者会見の動画、あの松本さんのチャンネルから見ることできるんですけど、その中でその、えー、お子さんが1人増えて、 でそういう中であの大きな決断だったんだというお話されていてで特にこのコロナ禍っていうのとちょ直接はウクライナの侵略が始まったということを引き合いに出してねそういう話をされていたのが大変印象的だったなと思っていてでこのなんていうかないろいろこの実感を持っている人がやっぱり政治の世界に行かなきゃいけないっていう話を その立候補の表明でもされていたし、その後の演説でも、ね、されてたと思うんですけど、<え>このいや大きな決断だったっていうふうに言ったっていうのは、どんな思いだったのかなとか、実際にあの子育て大変ですよね <laughs>、と思いながら。<laughs> まあね、本当に子育てって、まあ、面白いし、豊かな時間でもあるし、 あのいろいろね学ぶこともたくさん毎日あるんですけどやっぱり同時に、まあ、ものすごい大変でこういろんなことを諦めたりとかこう妥協したりしながらなんとかこう日々をつないでるっていうのが、まあ、率直なところでだあのう,うちは福岡私今あの出身は福岡なんですが両親は山口に引っ越してまして、まあ、実家、まあ、山口にあるんですけどで妻の実家はあの和歌山県 の南の端っこの串本町というところがあるんですがそこの本州最南端の町の出身でどっちも車で帰るとまあ7時間ぐらいかなあの公共交通はなかなか今使いにくいのもありますし子供が小さいのでかります公共交通ちょっとね使いにくくって車で帰るんですけどやっぱり78時間ぐらいはかかるのでなんて 熱が出たとか言ってちょっとごめんあの子供の面倒見てほしいんやけどとか呼び出せるような距離じゃないんですよ <laughs> だからまあほに2人で今3人子供育ててますけどなんかそういう意味ではこう綱渡りしながらこうギリギリにこう毎日活動も含めて仕事してるっていう感じなんですが、まあ、そんな中でね、まあ、前回その前の参議院選挙の時は2人やったんですけど2人はまあ1対1でなんとかこう 困った時も夫婦で一人ずつ子供の話を聞けばなんとかなるけど3人になるともう物理的に数が足りないなというのでやっぱりその3人育てていくっていうことを、まあ、子育てそのものがそうですけど、まあ、それをだからこの校舎活動っていうものとこうああいう、まあ、5億選挙っていうのはそれだけもうものすごい広いので2県をまたいで活動するので当然 泊まりがけでとかっていうのはもう当たり前のようになってしまうけれどもそれが本当にそのできるのかとそんなことがあの家としてもそ,のそんなことやできるのかなっていう不安があったんですけどあの一つは先ほど木川さんも言われてたそのコロナとの関係で、えー、まあ今ねもう本当に至るところで発生をしていてもう日常的になりましたけど去年の夏と 冬に1回ずつコロナであの保育園が休園になって、まあ、1週間自宅で待機してください保育してくださいって言われた時にあの、まあ、当たり前ですけど感染が分かって夕方ぐらいに保育園から連絡が来て明日から1週間ですって言われたらそうな、ね、とどうしようとそのどっちがしよと休むみたいな話にもすぐなるとでその家で見るって言ったって濃厚接触者なので。 外に遊びに連れていくわけにもいかんしこのキラキラのこのエネルギーをどうやってその家の中でこう発散させるのかとか食べ物のこともそうだしと考えると保育園ってそうやってその怪ががないように子どもたちを見て園庭があって遊ぶ場所があって先生たちがまあね安心して食べられる食べ物とかいろんな遊びの工夫とかいろいろこうしてくれて。 ということを改めて何かこうすごく感じてやっぱりこう経済成長だとかい勇ましいこと言いますけどまあそれ大事なんですけどせせ政治っていうのはね大事なんだけど一枚めくってみたらそこにあるのはその医療とか介護とかそういう保育だとかそういうその社会のケアを担ってる人たちの労働だとかそういうものがこうなかったらなんぼ勇ましいこと言ったって僕たちは仕事にすら行けないんだなっていうことを。 その生産活動に参加することすらできないんだっていうのをすごく思い知った1年2年コロナの期間だったっていうのでまあだからこそそういうその大変だけどそういう実感とか今本当に大事にされなきゃいけないそういうケアの問題だとかっていうことをこう体感もしているような人たちがもっとやっぱり政治の舞台にこういなきゃいけないしだからこそこう自分がこう選挙に出る 意味があると思うっていう話をあの立候補の決意表明の時にしたっていう感じですね。うん、はい。なんかその話は本当におがぐっときて、うん、なんかこの直接自分がまあもちろんケアする側でもあるしされる側でもあると思うんですけど、日常的にケアをしている人たちにこの寄せる思いって一人一人そのね立場やあの置かれている状況で違うと思うんですけど、それをこの自分の置かれている状況から なんていうかありのままに語っていくって意外とやってるようでみんな政治家ってやってないんじゃないかなと思って天下国家は語りますけどはい、はい、やっぱり暮らしの話をそのしかも自分の実感との関係で語るっていうのはこういうことなんだって僕すごくあの松本さんのあの話を聞いてなったら僕のねちょっとその後の決起集会で喋ってた中身でその子供が好みと栄養とバリエーション をあこれご飯の話で,でそれ全部こう当てはめてこう針に糸を通すようにせっかくいいものを作っても嫌だと一言言われてうちにはこれしかありませんという日々が続いてますみたいな演説をされていて <laughs> もうねもうすっげえわかるってもう <laughs> でもでも僕はそ,そういうのをでも演説というかまあまあ決起集会という場であこういうふうにしゃべるってすごいなってすごく思ったんですよね。 だけどもああいうのってこのいや僕さっき演劇やったらすごい大きいのかなとかって思ったりしたんですけどこういう言葉選びとかこの自分の実感してることを何て言うかな、えー、もちろん政治家だしある意味共産党の候補者として戦うわけですけどでもそこにこの政策をこの裏付けるというか話がそうやって自分のこの話として出てくるってすごくこのいいなって思ったんですけど。 嬉しいなその光に糸を通す話とかいや<あ>ど、どうやってそういう話になるのかなみたいな。<laughs> <laughs> なんか、それはなんか、ちょっとあの、大変、池川さんからあの高い評価じゃないけど、温かい評価をい,ただいて、だし訳ないんですけど <laughs> いやあの、根っこにはですね、なんか、ちょっとでも笑かしてやろうみたいな,なんかのがなんかどっかにあるんだと思うんですよ、たぶん。特にその屋外はなかなか難しいですけど、屋内の演説会なんかはまあ、 少しでもも笑って帰ってて帰らいたいたねちょっとそうおかしいですけど <laughs> 何に聞きに来てるのかは分かんないけど、まあまあ、そういうのが、まあ、ちょっと若干そういうのもあったりもするんですが、まあ、さっきのねその針に糸を通す話はでもまあ率直なその自分が子育てしてて主にそのあんまり洗濯物をこう畳んだりとかっていうのが得意じゃないっていうのもあって、まあ、料理の担当を主にしてるんですけど。 そ,そこでの実感とかをちょっとできるだけまあ面白くこう何食べやすく調理して提供したいなみたいだなって言ったらいいか分かるんですけどそういうのはでもやっぱりその演劇の経験っていうのが全然いかないのかと言われたらそれはやっぱり影響はあると思うんですよ。演劇ってこの私が偉そうに言うほど私は演劇について語れるものはないですけどあのメソッドっていうのがあってあの演じる役 に対してその人と自分のその共通項みたいなものを探して追体験していくみたいな技法というかなんかそういうのがあるんですけどあのそういうなんていうかこう自分がもしその政治とか社会のことをこう語るんだったらこういう一致点が有権者との間の一致点だとか同じ立場の人たちがこういうことだったらこう共有できる体験みたいなものっていうのは あるんじゃないかなとかっていうのは、その面白い話がしたいっていうこと、面白い話がしたいというか、笑かしてやりたいみたいなこと合わせて、なんかそういうのはちょっとあるかなと思いますね。<laughs> なんか、都議団でもあるあるですよね。笑いを取りに行こうと思ったら、滑った話がよくされてますよ、ね、<あー> <laughs> それはありますね、確かにあ。ちょっとあれ ここ大事なところだったのに、<laughs> あれ思ったより反応がみたいな話で、トギダンもいつもね、特に白石さんとか白石さんとか。でも、そこはもう滑ったら滑った話を別のことこでするっていう。<laughs> 滑った話を別のところでするっていう。<laughs> なるほど。何をしてんのかるただでは大きいかに滑ったかっていう話をするっていう <laughs> <laughs>、まあ。それは半分冗談、半分本気ですけど。そうそうあ,あ,あと、あの、うん 今回あの参議院選挙のメインスローガンでアンフェアな社会を変える諦めないあなたととでしかもあの傘さした写真も撮って、はい、なんかちょっとこの言葉選びそれこそ多分あのこれは松本さん個人というよりは多分高知の党や徳島の党の皆さんといろんな議論しながら、まあ、どうやって押し出していくのかって議論したと思うんですけどそういうこのことってどうやって積み重ねていったのかなと。 あのそれはですねあ、やっぱりここ5、6年ぐらいかな、やっぱりと私は認識してますけど、衆議院選挙に出た2017年の時は、もちろんその演説の中身だとか、ど何をこう押,し押し出して今、語るのかみたいなことを相談する場自体はあったんですけど、まあ、選挙全体というよりも、候補者のフォローとして、そういうものがこう何人か、まあ、数人、3、4人、3人ぐらいの。 チームでその原稿をこうこの言葉どうするみたいなのをやるっていうのはもともとあったんですけどそ,のそれは前,前にさっきねあの浜川さんがちらっとあのカットされてると思いますけど映りましたけど彼女が選挙に出た時なんかにもあたりからこうやっぱりそういう体制が必要だっていうので彼女を中心にいろいろやっているんですけど。 それでその2017年の時はまだその演説原稿の相談ぐらいの感じやったところから2019年の参議院選挙の時にはやっぱりその選挙戦全体をどう打ち出すのか何をスローガンにするのかみたいなのを、まあ、結構、やっぱり回数重ねながら演説原稿とかと合わせてこう相談する場っていうのをう持っていってただ、これ、ね、あのだ誰でやるのかっていうのは結構難しくて。 その単純にたくさん人を集めたら意見がまとまるかっていったらそういうわけでもないので、まあ、一定の,そのメンバーで特に候補者やその周辺の人たちがこうなんてうか持っている問題意識でこう人をこう集めてみてで議論をしてである程度固めたものをちょっと一回お披露目してみて反応を見てまたちょっと修正もしてみたいなことをこうやってて。 行ったりしてるんですけどその傘のモチーフとか「安平な社会を変える諦めないあなたと」っていうあのメインのフレーズなんかはそういうあの議論の結果としてあの私自身の発案というよりもそのチームの中のこう出し合いでこう出てきたっていう感じ本当にこの言っていただいているあの演説の中身なんかもそうなんですけどなんか自分で考えも,うもちろん自分で出すんですけど初めは。もう ほとんど中身をこう見る議論の中で変わっていったりとかで今回もやっぱりあの演説の最後にずっと言ってたのは自己責任の問題をこう今回取り上げたんですけどそれもあのは最初はねなんか自分の中でも自己責任っていうのはやっぱりこう客体化してたというかなんか自分はそうではないけれども自己責任というものがあるみたいな感じの認識やってそれをすごく問われてなんかそのチームの中で。 でいろいろこう厳しい意見なんかも聞きながら、まあ、いろいろほんまに今回、そういう意味では演説原稿を作るの苦しかったですけど、まあ、それでその,あの,そこのいや自分の中にもやっぱりかなり、てか相当内面化されているものがあって、それはもちろん今回の選挙だけでこうなんていうかな乗り越えられるようなものではないけれども、やっぱりそこにこうちゃんと向き合わないといけないなっていうことを自分自身にもそうだし、やっぱり社会にもこう問いたいっていうので。 あのあなたのせいではないんだと、やっぱり社会そのものが、政治がやっぱりその責任を放棄してきたんだっていうことを、まああ,れはある意味、自分にも言い聞かせてたというか、何ていうか、そのそういうなんか、あのかチームでそういうのはこう作っていったっていう感じですね。だから問われないと、そこらへんはなんかこう、自分の中にもこう深く入り込んでることだったので。なるほど 苦しかったですよね、やっぱり演説原稿できるまでは、うん、大変だったな。なるほど、すごい。でもそうやったものを、でも自分、ある意味、しゃべるのは一人じゃないですか。そうですね。<の>あ<ー>なんていうかな、あの集団の英知で作られたものですけど、このそれをど,どうこの気持ちを乗せて、有権者の人たちに訴えていくかっていうので、なんていうか、その同じ気持ちに、このピタッと。 させるっていうかそれはやっぱりこのいや議,議論がやっぱり大事だし今自分の中に内面化されていたものをきちんと自覚してやっぱりこの一緒に変えていこうという話なんだっていうのはすごくなるほどなーって思いました。ありがとうございます。米倉さんなんか今まで聞いてていや面白いね。いいやー本当にすごいあの私も 話を伺ってて深めてもらってすごいありがたいなと思っていたんですけどなんか聞いてて、あのー、政治活動にこう本格的に入っていくっていうところで労働相談調査あ労働実態調査があったっていう話で,でそこでこう個人の問題じゃなくて社会全体の問題なんだなっていう ことに気づいたんだっってて話があってやっぱりなんか自分だとか周りの人の経験とか見ていてもなんかそこにハッとする何ていうか機会があってそこからこう本当に政治に関わっていくっていうふうになったなと思ってすごくなんかやっぱり大事ですよね自分もそう,そうやって調査とかに関われるとかって。 ですよね、なんか、うん、そのやっぱり政治とか社会とかって選挙自体がそなんか誰かが言ってたんですけどそのオペラみたいなものだと街頭で多分対話してる時に言われたのかなだったとちょっと,おちょっと明確に思い出せませんけどいろいろ予備知識があって背景が分かっていたら楽しめるとその。<laughs> だけどそれがない中でそのオペラを見に行こうとは思わないとだから投票に行こうとも思わないんだみたいな話をしてる人がいてああなるほどなと思ったんですけどやっぱりその交渉って言ったらあれですけどなんかやっぱりこう今その政治っていうものそのものが 生活からどんどん離れていってしまっている。で、向こうが逃げていってるんですけど、その今のね、自民党政治そのものが、そういう、なんていうか、政治を身近なものとしない方向に、その私物化なんかも含めて、こう、逃げていってるんでしょうけど、まあ、本当はね、やっぱりその日々の買い物とか、当たり前に毎日触れてるものが、まさにその政治であってっていうものを、どこかでこう、カチッとこう噛み合う瞬間というか、それは人それぞれ多分違うんでしょうけど、うん やっぱりその私にとってはその働き方の調査だったと思うしなんかそれは別にそういうね具体的な社会活動への参加だけじゃなくて今回の,あのやっぱりあのコロナの時の,あの検察庁法の問題なんかもあんなその食べにくいものをよくみんなあんなにこう選んで食べたなと思うんですけどそれこそオペアで言ったらものすごいなんかこう難解なものだったと思うんですけどでもやっぱりそういう。 人それぞれこう違う金銭でやっぱり政治とこう噛み合うきっかけっていうのはどこにでもこう眠ってるんだろうなと思うしそれをこう多様にこう出会ってそこにちゃんと組織があるというかその一緒に戦う仲間がい,いるかどうかっていうのがで私も多分一人だったら調査に行ってねその後仲間がいなかったら何もやってなかったと思うのでまあその出会いと仲間とっていうのは。 やっっぱり大きかったなと思いますね多分みんなそうなんじゃないかとどの活動してる人って多かれ少なかれそういう経験をあのしてる人が多いんじゃないかなと思うんですけどね。本当にそう思いますなんか私もあのあ松本さんがあれ多分参院選の第一声かな<っ>自己責任論の話を最後にしていてあのお子さん生まれてやっぱりその自己責任では なんていうか生きていくこともできないやっぱり人間っていうのはケアが必要でっていう話にねそ,れそういうことにこうすごく実感を持ったんだっていうこととか実施されたお友達の話とかもありましたけれどやっぱりこういう自己責任の社会変えていこうっていう話をしていてあのすごく本当にそうだなって思ったんですよねで本当に なんていうか共産党で活動してる私たちだってものすごくない面化してるなと思っていてこう私もこの振り返るとカチッとその政治とかみ合ったタイミングの一つって青年大集会に行ってですね大学1年生だったと思うんですけど当時はやっぱりなんていうか非正規で。 経済的にも困窮ししててて暮らしてる人って自己責任でしょって思ってて思たんですよね私もでもあの集会参加していろんなことを聞いたり学んだりする中でそれは何て言うか社会がそういう働いても働いても貧困っていう実態を作ってきた非正規雇用の人なんか増やしてきてでもそれを今集団の力で変えようってしてるっていうことなんかがすごくよく分かって。 なんか自己責任では全くなかったしこれは政治の問題で変えることもできるんだっていうことが分かったことはすすごく転機だっったなぁと思ってそうですよね、うん、いや自己責任の問題ってそうだから僕もその労,労働調査というか働き方の実態調査の時にこれ自己責任じゃな,ないんじゃないかって人に対しては思ってたんですよ。 やっぱりこの自分,じゃ自分はどうだったのかっていうのを今回は改めてまだやっぱりきちんとそこら辺はねもっと咀嚼して学んでいかなきゃいけないなと思うんですけどでもやっぱり自分に自己責任ってなんかややこしいなと思うのはその人生の失敗とか誰でもあるじゃないですかいろいろそのつまずいた経験とかもあるけどそういうところにこう忍び寄ってくるんですよね。やっぱりなんていうか まあ自分がやっぱり努力しなかったからかなとか例えばその候補者とかまあ私は議員になったことは残念ながら今4回出てますけどないのでわかりませんけどその候補者とか議員っていうのはこうあるべきだとかこうこのぐらいはやらなきゃいけないみたいなのをまあ言われることもあるかもしれませんしそれ自体を自分自身でもこう私がですよ候補者活動していてもなんかこういうものが候補者なんだとか。 このぐらい、まあ、ある意味ちょっと言い方変ですけど昼夜分かたずじゃないけどこうや,やる体力と気力となんか能力がないとダメだみたいな候補者像みたいなのを、まあ、なんとなくこう勝手に作って別に求められてるわけでもないのに求められる面もありますけど求められてたわけでもないのになんかこう勝手に作っていてそういうものがなんか自分の中であ自分が頑張らなきゃいけ,いけないんだみたいな。 正しい方向ではない逆のベクトルへの頑張りというかだからなんかそういう候補者を自己責任にしないし議員だってその自己責任にしないようなこの集団づくりとかっていうのがやっぱりこれからはすごくこう大事なんだなっていうのもあの感じたし自分自身がそういうふうにあ,のある意味こうケアもしてもらいながら集団の中であのすごく感じて。やっぱり 孤独にもしてはいけないし、こうじなんていうかなそ、そういうふうに、そういう、それがやっぱり共産党の議員像ではないと、その何でもやりますじゃ何でもやりますは何でもやりますやけど、何て言ったらいいかわかりませんけど、そ自分が全て背負って何かやると議員とか候補者像じゃなくて、やっぱりチームで一緒に戦うとか、いやさっきの松蔵さんの演説の作り方を含めて、率直に言って、それまだ体制じゃないと思うんですよね。ま<ー>まだまだすごく いいいろいろこう努力の途上にあるっていうかで僕さっき松本さんが喋られていた中で380時間働いて13万円だけど自分が選んだからこれで満足してるという話されててでも新自由主義ってそうなんだなって思っててつまりあなたが選んだでしょっていうことがこの必ずこのセットでついてくるそうです、ね、なんかこのもともと差別された構造の中で選ばざるを得なかったんじゃなくて 自分が選んだんでしょってさせられてしまうところにやっぱりこの真珠主義まあちょっと真珠主義って言葉難しいけどまあその自己責任に通ずるねだからあなたのせいでしょっていうふうに入り込みやすい余地をやっぱり作っているっていうのはすごい感じるしそれってなんてこの常に意識しながらみんなで議論して乗り越えていくっていう対象としてやっぱりこっちが考えないと組織の活動もそうだし一人一人の人生もそうだし それこそ家族との関係もそうだしなんかそれはすごくどうやって意識してみんなでこれを乗り越えていこうとするのかっていうのはこう政治の課題なんだけどやっぱりこの日常に忍び寄ってくるものをそういうふうに捉えられるかどうかっていうことの問題なんだなっていうのはすごくあのヨルカさんと松本さんの話を聞いていて思ったしいやあるよねその自分の中に内面化されたものっていうのも。 やっありそれはもうある意味ねこのこれだけ、まあ、まずは自分でやってみろって、まあね、政治が言ってるわけですから <laughs> やっぱりそれはそ,のそういうものを常に、ね、あのシャワーのように浴びてるっていう表現がありましたけどまさにそういう中でそれをこう池川さんが言われるみたいにそういうものがあるんだっていうことをこう自覚するっていうことはある意味すごく 大変だし、あらゆる場面でそういうものがこう出てくるわけだけど、やっぱりそれ自体が分断を生み出していて、それ自体が自分たちのこう言葉にならない生きる上での苦しさ、生きづらさっていうもののこう中にこう含まれてるんだっていうことをどれだけこう活動上も意識できるかっていうのは、まあ、池嘉さんの言われる通りだなとその問われてるなっていうのは、すごく今聞きながら確かになと <laughs> すごく思いました。なんかそういう意味でやっぱりこの 僕あのちょっと言い方がどういう言い方がいいか分からないですけど、活動する上でもこういろんな相棒がいるっていうか、一緒にこのパンパンと議論できて、こういうの大事だよねって確認しながらいる仲間がやっぱりいるっていうのがないと、なんか一人でこのね、それこそ学んで、よし、これだと思っても、なかなかそれをディスカッションできないと認識って深まらないじゃないですか、アウトプットしてみて、初めてこの自分の思ったことも分かるし。 うんうん、それを受けた反応もわかるしそういう環境なんとか意識して作らないとあっという間にこのあっという間にこの戻,戻されていくっていうかう引き波の方がすごい強いからっていうのはなんかいやちょっとすごい大事な宿題だなって思ったしいやーすごい大事だったなそうですね、うん、確かにねそううい 1そう一人で、まあ、学ぶことももちろん大事ですし同じぐらいねやっぱりそうやってねあのー、それをこう話してみるとかね互いにこう交換していくっていう中でしか見えてこない部分もあるとは思うのでねやっぱりでもそういう問題意識をこう共有できる人たちっていうのはさっき池嘉さんが言われてみたいに意識的にこう作っていかないといけないしでもやっぱりそれ自体がこう言葉になっていけば多分こう 共感し合える人たちも多数というか、まあ、多分今のこの自己責任社会なのでほぼ全ての人たちが共感できるテーマでもあると同時に思うので、まあ、そこは諦めずにね、まあ、仲間作りでまあこの、ね、仲間を増やしていくっていうことはもちろん大事なんですけどその中でね何を問題意識を持ってどういうことに一緒に取り組む人たちと。 をつながっていくのかっていうその問題もやっぱりこの「党を大きくするっていう中ではねやっぱり大事なことかなとすごく思いますね。すごいもうアルテイシアさん的には膝パーカッションです。<laughs> <laughs> あの最後にちょっとだけあのコーチはそうは言ってもあのすごい大事な戦いされていて。で 特に総選挙から全体として共産党の票は交代した中でコーチは比例票でも伸ばしているよとそしてあのいろんな、ね、本当にあの全国の取り組みとの関係でも本当にトップランナーを言っているんだというのが今共産党の中では大きな話題になってますけどあのそのあたりであの松本さんが自分の身近なところで、ね、こういうことがやっぱ大事だなと今,今結構お話ししてくださったの重なるかなとは思うんですけど改めてあったらぜひ聞きたいなと。 いうふうふに思いいますいやこれねだから難しいなと思ってあの機会中に行かれた時もまああのね六中層の中でこうあ第六回中央委員会総会っていうのが共産党でありましてその文書の中にも紹介してくれてるんですけどまああのそうだなと思うところとなんかまだやっぱりちゃんとなぜそうなってきたのかっていうのを言葉にでき,できない部分もあるなぁと思いながらやっぱりその。 こう言ってしまっては身も蓋もないですけど、まあ、一つはやっぱり歴史的な面もあるとは思うんです。あのご存知かもしれませんけど、山原健次郎さんという人が高知県には以前もう亡くなられましたけど、いらっしゃって、あのずっとあの衆議院の議員をやってたんですけど、小選挙区が導入されたときに京都と高知の,の山原さんと寺前さんだけが小選挙区で共産党は通ってたんですけど、そういう意味ではその、まあ、やっぱり、 の山原さんは今でも亡くなってだいぶ経ちますけど2004年かな,えちょっとなんでか亡くなってからだいぶ経つんですけど今でもやっぱり山原さんの話はこういろんな場所でもこう出てきて今回の選挙でも聞きましたし、まあ、そういうその山原さんというまあアイコン的な人がいたっていうこととやっぱりそれをこう支える党組織がこうずっとこう存在していたっていうのはあるとは思うんですけど何なのだろうねやっぱりその <laughs> こ,うここにいてすごく思うのはあの、議論ができるんですよ、なんていうかな、県委員会とか、その機関の会議でもそうなんですけど、もういろんなこと言うんですよ、本当に、なんかその、異論反論を含めて、なんかものすごい出てくるんですよね。時にはなんかこう ドドキドキすんなみたいな意見も含めてわーっとこうなんかかわすそれは多分人数がそんなに多くないっていうかそのね言っても常任会なんかでも10人とかぐらいでの議論だとかっていうのもあるのかもしれませんけどまあ高知県のその気質とかもあるんでしょうけどやっぱりこうい論んな反論とかいろんな意見をこう出し合える場所っていうのがこう 面白いいなと思っていて機関の会議なんかでもそういうのがこう出されるっていうことの面白さっていうのはあのすごく感じてるしやっぱり支部とかでもまあいろいろねそれは課題はたくさんあるんですけどやっぱりそ,のそういうその自由にものを言ってこう議論を深めるみたいな空気っていうのはあるんじゃないかなとは思うかなとこれね,でもね、うん、難しいなまだ。<laughs> でもやっぱりその 一つはやっぱり党組織としてもこうさっき言ったみたいに歴史的にずっとこう作られてきた背景っていうのと、まあ、自由民権の運動だとかやっぱりそのちょっと余談になりますけど大体高知県って あの共産党全体が前進している時は交代して共産党全体が交代している時は前進するみたいなことがこの間もで長いからあったりもしてうだまあそういう,そのなんていうか全体の流れに乗り切らないところがあるんですけど <laughs> まあそういう歴史的にこの中,央とは中央というか東京とかとはもうある意味こう一番離れたような場所にあって、まあ、そこで反骨精神みたいなものもまあ高知県の何のて言うかな あの県民性的なものとか歴史的な自由民権の運動の流れとかもあるんだと思うんですけど僕は一番高知県と似て居心地がいいなと思うのはさっき言ったそのめちゃくちゃ自由に意見が言えると <laughs> なんかこうおそういうさっきのね集団の議論っていうのも含めてですけどやっぱりそのものの言いやすさみたいなその議論で物事をこう進めていくみたいなこう民主主義の力っていうのは他県と比べてないので分かりませんけど。 やっぱりここにいてそう居心地の良さっていうのはやっぱりそういうところにはすごく感じるのでなんかそれはどういうふうに数字に影響してるかは分かりませんけどやっぱり今回の,その演説の中身をこう詰めていく作業だとか全体で選挙どういう,ふうに戦っていくかみたいなところでもそういう自由な議論っていうものが与えた影響っていうのはすごく大きいと思いますし。うんそう かなうん、ちょっとごめんなさい、あまりちゃんとしたことは。でもなんかそれって文化としてちゃんとそれが根付いていて、それがこの継承されていって、それこそ世代を超えてきちんとそういうことがやられているっていう組織って、やっぱりこの体制じゃないなっていう気はしますよね、全体。 だけどそれがやっぱりこの意見出し尽くしてみんなで方針決めて取り組んでいこうというのが共産党のすごく大事なところだしで実践したのを持ち寄ってじゃあまあ次はさらにここを強化しようっていうまあそのね積み重ねでこの活動していくわけですからやっぱり意見が自由に出せるっていうかの気づいたことや考えたことやこの人に対してはこういうふうにでも実は思うとかっていうのがやっぱりこう 自由にできるっていうのは本当に大事な気はしまますねまあ,あの全部がねそのぐらいこうねもちろんこうなんか一人の人がわっと喋ってしまってなんかみんな下向いてるみたいな回答もないことはないんですけどやっぱりその一番中心でやってるメンバーがそうやってそのなんか いろいろ言えてるっていうのはやっぱりいいなとは思うんですよね。うん、でもやっぱり民主主義が今すごくねちょっとこのあのー、収録の前にも少しお話ししてましたけど、やっぱり今そのどういうふうにこう例えばその政党としてこう物事を決めていくとかこう実践していくときに例えばそのお先ほど 私が、ね、立候補の時に話した話もそうですけど、なぜそういうふうなことをこうしようと思ったのか、どうしてこの道を進もうと思ったのかみたいな、それぞれのストーリーというか、そ組,織としても組織としてのストーリーみたいなものを、ある意味こう、なんかまあ、弱さも含めてこう見せながらこうなんていうかな、民主主義の力を引き出していくっていうことは、 その共産党だけじゃなくて社会全体に今そのやっぱりも求められてると言ったらちょっと大げさ大げさげえ偉そうかもしれませんけどやっぱり大事なことだなと民主主義自体がこうずっと問われてるなと思うので、まあ、そういう意味では自分たちの組織の中でその民主主義の実践をどうするのかっていうのをやっぱりまあ,あの多分ここの高知検討は多分旗感覚でやってるんだろうと思うんですけど <laughs> まあでもそれ理論的にもつかみながらこう実践していくっていうのは。 やっぱり今そのその党の中で大事というだけじゃなくて、やっぱりあの社会的にも求められてることなのかなとは思いますね。それがやっぱり何かあったときにこう頑張ろうっていうエネルギーをこう引き出していく土台になってくると思うので、それはそう思います。あの高知県党が作った楽しく電気元気の出る渋会議の8つの大切か。あ あれは今全国で石鹸してますよねあいうのも多分いろんな議論して実際に支部の経験から学んで作ったんだなっていうのはすごくこの手に取るように分かるっていうかああなんでお菓子を用意しましょうとか食べ物飲み物結構大事ですみたいな <laughs> でもそれってすごいあの僕もいそ,うそうだなって思うっていうか 今ねコロナ禍で難しさがもちろんそのコミュニケーションという意味でもねそういう意味ではあの難しさはすごくあるなと思うんですけど昔はやっぱり支部会議の場で食べ物を出すなんてみたいな意見もないことはなかったんですけどあれももともとはあ最初は12ぐらいあったのを9つにして今8つになってるんです。なんか いろいろ議論しながらこう組み替えたりもしてるんですけどすす、ね、なんかああいうね人の話をちゃんと聞きましょうみたいな,なんかその <laughs> 当たり前っちゃ当たり前なんですけどやっぱり意識してそういうねあのどうやって一人一人の話をこう,こう出し合える場を作るのかみたいなことをまあいろいろ試行錯誤して全然うまあ、全然くめちゃくちゃいってるとかいうわけじゃないんですけど、まあ、でもそれでもそうや,うやってやってるっていうのは。 ななかなか面白いところですそれがだからやっぱりさっき言われた通りでなんかこのこういうものとして定義するんじゃなくてこ,こういうこともありますよ皆さんぜひ一緒に議論して参考にしてぜひいいもの,いいものを作ってくださいねっていうスタンスがすごくあるのが伝わるっていうかうん,なんかこうこれが正しいものでこれどおりやればうまくいきますっていう出し方じゃなくてこういうことがまあ一つ大事じゃないですかっていうことがでも でもああいうのって多分、それこそ、県の、党の組織の、県党の組織の中で、日常的にやられていることも、すごいこのエッセンスとして入っているだろうし、すごくそういうのが、いや、今日の話を聞いて、すごく伝わってよました。たいや、もう本当に勉強すること多くてありがとうございます。いやいや,いやこちらこそ、ありがとうございます <laughs> あの。ということで、すごく楽しいおしゃべりをしていたらあっという間に1時間ぐらい経ってしまいました。と, <laughs> <ら>ということなら、いや、いいんです、いいんです。 ということで今日はですね、えー、とコーチの松本賢治さんをゲストに迎えて、誰もが政治に参加できるように変えるというテーマでお送りをしました。あの今日のたくさんヒントの詰まった話も一緒に共有をして、一緒に頑張る。こうやってでも、遠く離れていても一緒に頑張っている人がいるっていうのもね、すごい共産党の魅力だなというふうに思うので、ぜひ一緒に頑張りたいなというふうに思います。とというここでで今日はこれで おしまいにしたいと思います。ありがとうございました。